J のジュンジュンです。 A の RJ です。イエーイ。今回のブルド TV はゲイバーのままにお話を伺っていろんな勉強をしていきましょうっていうコーナーです。今回お邪魔するのはこちらガイズバさんです。良いところよ。いや、さあ、じゃあ早速お邪魔していきましょう。お邪魔します。失礼します。お邪魔します。はい、どうも、いらっしゃい。その本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日なんですけど、はい、ゲイバーマーマーズヒストリーっていう、番組なので話を聞く前に、うん、ママ、鍛えてらっしゃいます？めっちゃ良くない？いやいやいや、でもね、なんかみんなが思ってる以上にやってないです。週1ぐらいです、僕。見た目もめちゃくちゃ男前じゃないですか。本当に思ってます。だって、なんかいい感じに俺もなんか私だって、おいくつでしたっけ？54ですね。こういう54歳になりたい。なりたい。ライン入れないよ、ライン。やめないよ。ライン入れないよ。スキンケアされてますよ、何か。してないんですよ、これが、本当に。すごい。また女優みたいなこと言うんだけど。本当にこれ何の番組？だから、若い頃もめちゃくちゃかっこよかったんじゃないですか？いや、でもね、まあ、若い時もそのやだったんですけど、ゲイ、男の人にはもう全然ダメです。女の人はよく言われました、やっぱり。え、小さい頃からゲイなんですか？あ、僕はね、もう先天的だと思います。物心ついたらずっとっていう感じです。だからもうなんか大学時代も、女の人とかちょっと付き合ったりもしたんだけど、うん、結局その、なんて言うんですかね、ことに至らず、決定的なシチュエーションになると、うん、欲求がないから、はいはいはい、実はお前のこと好きじゃないからみたいな、すごいひどい別れ方をするというか。キスとかもしなかったんですか？キスまでです。キスと B ぐらいまでです。B ってなんだっけ？ B ってなんかローちゃんもむ。もみ方がゲイ。でもその初体験っていうのは何歳ぐらいなんですか、その男の人と。僕ね、18かな。18？遅め。その前は何で処理してたんですか？なんか山の中のゴミ捨て場かなんかで、はい、偶然なんかそのゲイ雑誌を見つけて、なんかみたいな。なんていうゲイ雑誌ですか？その時ね、多分ね、サブだったと思う。サブは、なんか知らないですけど、結構長くついた雑誌ですよね。山のおかげね。そう、山のおかげ。山神様からのサブ。自然から登ります。それはどういう内容なんですか？いや、もう、それこそ単発のね、ふんどしみたいなやつですよ。いわゆる、バリバリみたいな。はいはいはい、もう、おしゃれゲイではなくて、昔のゲイの。ちょっとあれですよ、なんか、わかんないですけど、モノクロの写真ってことですか？いや、モノクロのコーナーであったでしょ。でもね、グラビアカラーだったよ。あ、カラーでした？写真でした？いや、いらっしゃった。イラストはやだ。イラストもあった。ほらなんか、イラストいった。サブの表紙を見たんだけど、イラストだったの？イラストもあった、イラストも。ですよね。昔のやつでしょ？なんか俺っぽい感じだった。あなたイラストってこと？いや。それのグラビアを、ベーってむしって、ポケットガーッ！バレないように。そうだったと思う。それで、まあ、あれをそれを、ポケットに突っ込んで、でそれで持って帰ってグラビアを、まあ、中学生3年間はそれがなんかおかずっていうか硬派ですね。じゃあいや田舎だからさ、今みたいにネットも普及してないでしょ。だってけ電話だって自己電話や、黒電話のね、携帯もない時代だから、うん、もう全然もう情報がないんだもん。それが唯一、それが全て、はい、おかずで青春が詰まった、隠すためにもそうだし、うんね、お酢汁の髪。そうそうそう。ほんとそうです。ぶっかけなかったんですか、そこには。え？ぶっかけなかった。かけてないと思う。大切にしないといけないんだから。なんかね、一回終わっちゃうもんね。だからね、覚えてるんですけど、京都にあったね、ニューラグさんっていうね、はいはいはい、お店で。今まだありますか？もうないんですよ。で、そこでやっぱり10代で出たから、可愛がってもらって。アイドルですよね、もう。でもなかった。でも、この見た目で、多分若かったら。いやいやいや、でもなんか、若いっていうだけで、こう、お茶飲みなさいみたいな、ジュースよみたいな感じだったけど。向こうが、多分、相手が抵抗したんじゃない？うん、京都スター。あバカでしょ、絶対。いや、僕もっとガリッガリでしたしね。あ、そうなんですか。まだ10代だったもんね。あ、そっか。でも10代のガリガリはまだね、かわいいかもね。かわいい。で、そのゲイバーって、まあ飲み始めるわけじゃないですか。飲むっていうか、遊びに行くっていうか。面白いことありました？いや、やっぱりね、そりゃもう、目から鱗なわけですよ。その自分たちと同じ趣味の人がこんなにいるのかと。ああ、わかる。だってもう、ヘブン！そう。かね、もうほんで、もうこれは自分の生きる道ここだみたいな感じですよ。で、ここの生きる道ここだと思って働きたいとか思わなかったですか？うん、思わなかった、最初は。最初は。でも最初思わなかったんだけど、意見、
行くと紹介してもらえるじゃない。はいはい、とかいろんなで、あなたは若いから若い子があるお店こういうとこがあるから行きなさいみたいなとこで行ってまた友達がバーッとできて、でその子たちと遊ぶようになってからあるお店のママにちょっとあんた働かないみたいな感じですよ。でそのママに働かないかって言われて働いたんですか。うん、働きました。18かな18ぐらい。でその時のお店のお客さんと初対面です。初体験の相手がさ、うん、お客さんでなんかキャバ嬢みたいじゃない。枕営業ってわけじゃないですよね。そう、そしたら別に。あ、でもね、枕もね、やらされてた。僕はでもやってなかったけどね。そうするとママから怒られて、あんた分かってんのみたいな、まあ、感じでしたけどね。怖い。自分の初めてを捧げたお客さんはどういう見た目の人だったんですか。うん、大御所のその年上の人たちはなんか割とこうお姉ぶっこいてたわけよ。はいはいはい。でその人だけね、唯一ねお姉で喋ってなかったの。なんかへー、うん、とかっこよく見えちゃって、うん、そうそうそう、うん、ちょっと男っぽいかなと思って、ダンディーに、うん、でちょっと髪の毛薄らはげだったんだけど、うん、だけど男っぽさって思っちゃったわけよ。はい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 。でも付き合ったんだけど、ちょっとほら初体験だからさ、はい、なんか、あ、まあ、思い出した。ほんでね、もう温泉行こうってなったの。うーん、あ、もうね、もうキャバ嬢、ほんとキャバ嬢ですね、前職は。ほんでその三沢温泉行って、その時に初体験やったら、お前初めてじゃないだろうって言われたの。そう、だから躊躇なくチンコ加えちゃったのよ。あ、やっぱり3年間のサブが効いてんだ。そこ学習だけしてるから興奮しちゃってね。そう、ほんでもうそれがショックで、いやそんなことないって言ったんだけど、チンコに別にさ加えても興奮、うん、興奮っていうかこうチンコなんで一生懸命やらなきゃみたいな、うん、あとキスもなんかムラムラムラみたいな、相手のこう口ウェルウェルってしたら入ってくるからウェーみたいな。好きだったんですか、その人のことを。好きだと思い込みたかったのかな。ああ、多分そうですよね。初めてだから。そう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 。初めてだとね。三ヶ月で重いっつって別れた。まあね、若い頃ってね、重いって言って振られがちだよね。うん、よくいる。その時付き合ったのがお店のお客さんの仲良いおじさんがいたんだよね。はい。その人がね、やる時若い子連れてきたの。はいはいはい。すごい可愛い子だったんだよね。で大学生。でその子が実はそのおじさんが買った売り線の子だった。売りのみ？売り。売り飲みっていうの？分かんない。でその日なんかわーってすごい飲んで楽しくなっちゃって、そのおじさんの家が近所だったから、はいはいはい、この子も泊まるからみたいな、一緒に飲もうよみたいな。じゃあおじさんはもしかしたら 3P やったかったの。 3P です、絶対そうですよ。そう思い込むよ ね、うん、ね。だけどそ結局そのおじさん眠たくなっちゃって、うん、おじさん寝ちゃったのよ。いや多分絶対寝かしたんだよ、飲ませて。そんなのないね。僕とその売り線の子でやっちゃったのよ。やっちゃったの。でやっちゃった。無課金売り線。そう。でやっちゃったら、もうその子がそのまあ付き合おうみたいなことになっちゃって、売り線なので、ね。そしたらね、今度はその子が今度こっちにがっつり来すぎちゃって、はい、である時僕そのバレンタインデーに向こうがその手作りチョコって言って渡したいっつって、へえ、かわいい、かわいい、あの学生だったのその子、はいはいはい、大学生で僕も近所だったから、はい、その大学のとこ行ったのよ、うん、なら渡されて開けたらこのぐらいのさでっかいさプラケースに入ったさあのチョコレートでできた家が作ってあったの。いや怖くない怖くない、怖い怖い怖い、俺はちょっと嬉しい。嘘だ、え、やだ、重いよ。で、ジオラマみたいになってるよ。ジオラマみたい。そうでも手作り感がすごいあったんですか。ありすぎたね。そのなんか重さが伝わりすぎて帰りに川に捨てたのかな。すぐに海外もう別れて、かわいそう。勝手に決意を見るんですね。そうなんか、ね、怖すぎたのなんか。で、それで次付き合った、あ、その人もお客さんだわ。えで、ちょっと年上の、はい、クールな人だったの、ね、で眼鏡かけてるちょっとマッチョの、はい、でその人新聞記者だ。インテリマッチョだよ。新聞記者ってことは眼鏡のインテリマッチョ。でもね、その見た目のなんか真面目さとは違って夜がものすごい変態、ド変態だったの。俺ダメ、すごいでしょ。ほんでこんなねウエストポーチをいつも持ってんだけど、そのウエストポーチの中からこんなぶっといディルドとか縄とか手錠とか出てくるような人で、もうそれをやりたがる人だった。え、ママそれがやダメでした。ダメで、それでその時初めてかな、僕はあの今までほら入れられてなかったから、はいはい、初めてその人に無理やり入れられたんだけど、それがまあでーけーでけーチンコで、痛い痛いよね。いや入ったよ、入ったんだけど入ったんじゃないですか。入った、ほら綺麗持ってるけど入ったんだよ。気持ちがね、気持ちが無理だったら、あの気持ちいいとこまでいかなかった、はいはいはい、もう痛いでずっと終わって、もう無理だわと思って、うん、で会うたんびにその痛い思いするし、うん、もうこれは無理だと思って、続けてられない、そうそうそう別れた。
たの。だってでっかいディルド出してくるんだよ。そうだよ。それもね、昔あの今みたいに電気で動けたんじゃない、なんか針金がこうクランクに出てて、針金こう回すと。なんか時代を感じる。時代を見たことない。何そのカラクリ。新しいカラクリ。針金こう回すとチンコ。そういうのだった。で4人目はその遠距離で、はいはいはい、たまたまその飲み屋で友達の友達が金沢から出てきてて、その人と5年間遠距離恋愛しました。あーすごい。そうそう。でそれで僕が東京出てくるきっかけになった、その役者になるっていう時に東京と金沢なので、またさらに遠くなるので、それを機にお別れしましたね。はい。でその次の男がすごい男前の、身長高くて水泳選手、はい、だけど3ヶ月で終わったのかな。えそれなかなかやらしてくれなかったからそれが僕ね、ちょっとちょっとぶつけ入ってるの。あ、じゃあママダメですね、ごめんなさい、ありがとうございます。え、大丈夫か大丈夫か言ったら敵作るよこれもうダメです。いけるんじゃない。じゃあいけるんじゃない。何でも OK。 やめて、まあ、ブス戦ってどういう感じのブスが好きですか。僕なんかね、ちょっと鼻が上向いてる、そのなんていうの、芋っぽい子が好きなんで、なんかおとなしい、何もできないような、そういう子が。ママがこの今のガイズバさんをお持ちになるまでの経緯を聞きたいなと思って、簡単に言うと、はい、僕あの水商売歴長いじゃないですか。で東京出てきても、うん、ある人から店子をやらないって言われて、割と店子遍歴が長かったですね。はいはいはい。まあ、でもずっと雇われで、で今のお店やる前に、はい、ゼータ東京っていうお店があったの。聞いたことある。あります。店子一本やってるんですか、ずっと。その3ね、役者と店子、店系ですね、2枚で。役者、はい、役者さん。なんかちょっとお話聞いたんですけど、37セコンド、セコンド、うん、うんうん、なんか自分37セコンド英語よすごい挿入歌がアルバムで出てるじゃないですか、うん、iTunes とかで、うん、そこの挿入歌を、うん、なんか音だけのやつを聞いてたんで、うん、その映画自体は見てないんですけど知ってたんです、存在を。見てないんですよ。そこに出演なされてたみたいな。そうです。両立は大変じゃなかったですか、その役者とお店子っていう。まあ大変な時期もやっぱりあったんですけど、うん、なんかその時はまあ自分でお店やったら結局そのもう行かなかったら休めばいいって言ったら変なんですけど、はいはい、お客様にはちょっとご迷惑をおかけしますけど、まあ僕はあのスタッフに助けられて、僕以外に役者2人もいるんで、はい、その子たちの気持ちもわかるし、まあお互いにみんな助け合ってますよ。あ、そうなんですね、うん、そしたらお客さんの層もそういう方が、あ、やっぱりね、あの共演者で舞台やった人とかも来てくれたり、あとその有名な方々ももう来てくれたりします、もう全然、舞台面白そうだね、面白そう、聞いてると、まあ、まあ大変そうっていうのもあるけどね、うん、でも今このご時世でその舞台とかってどうなんですか。そうなんですよね、ないんですよね。ないんですよね。ないんだ。ちょこちょこ再開はしてるんだけど、うん、もうあの4月のロックダウンあたりからはもう本当にずっとなかったです。コロナで舞台ができない時期とか何かしたんですか。うん、まあ、舞台もできないし、はい、お店もやってなかったですよね。あ、そうですよね。だからたまたま僕そのお店の中でお店の営業を、まあ、配信で見てもらおうみたいな形で、うん、ツイッター配信って始めやったんです、はい、でツイッターでお店の雰囲気を配信してお客さんに見てもらって、なんか付け営業みたいなのしたの。なんか僕ね、ツイキャスっていう趣味で見てたのよね、なんとなく、うん、そういう、はい、配信を面白いなと思って、はいはい、だからあれ、これツイキャスって見る側じゃなくてやってもいいのかなということでやり始めたんです、うん、僕行動力が素晴らしい、ね、なんか思うっていうかな、うん、思ったらパンって、うんうん、そしたらね、あのお客さんも見てくれて、はい、さらにツイートキャスティングのそのリスナーさんがお店にも来てくれるようになって、はい、すごいね、嬉しい、うん、コロナの時期に何か行動してる人ってやっぱりすごいと思う、うん、実るよね、うん、ありがたいですよ。ガイさんは、うん、なんでお役者さんになろうと思ったの。お役者お役者役者さんになろうと思ったんです。お役者さんになろうと思ったんです。あのね、僕もね、その役者になろうなんて思ってなかったの。へぇ、僕ね、京都の、はい、さっき洛南高校っていう進学校から美大に行ってるんですね、京都精華大学っていう。で美術が得意だったので、うん、急にそこから方向転換してデザイナーになろうと思って、で美大のデザインは何で、就職活動もそれこそ東京の、まあ、企画とかそういうとこ行こうかなって思っ
ってたら、なんだろうな、それ3年生の時に就職活動した時に、はい、あ、面白くねえなと思って、あ、でその時もなんかね、堅苦しいなと思ったの、うん、なんか 美大ってすごく自由じゃない、はい、あ、そうですね、芸術ってなんか自由だから、なのに急に就職となると縦社会じゃない、かしこまって、でそのいろんなことが制約があるなと思った時に、いや、うん、こんなの絶対やってられない、今までの俺だから高飛車なのよね、うん、自分のね思い描いたデザインをなんで分かってくれないのみたいな、なんか人の言いなりにならなきゃいけない、こんなもんと思って、いや、もうやめた、じゃあ自分が次に好きなスポーツの世界行こうと思って、あ、スポーツの世界好きだったんですね、うん、でそのイントラになろうと思ってイントラのそのエアロ、ほら、おかまいっぱいエアロやってる、はいはい、パッチョね、そう、そうね、全然そこできなかった。そのね、まあ、こういうことやろうかなって思ってあのスタジオに行って勉強したんです、インドアスポーツの、はいはい、なんかその水泳の先生みたいなもうやるって、エロい、うん、幼児水泳の先生、このエロくない、逆に子供に教えて、そうそう、もっこりさせて、正規社員じゃなくてもアルバイトでも一緒に資格取れますよみたいな、やる気があれば、うん、でその時に一生懸命やる気になって、でその免許を取ったら、まあ要はライフガード、うん、それから救命救急士みたいな、うん、そういういろんなやつをこう水泳の第2種とか全部取れちゃったの、芸が喜びそうな資格ばっかりだね、そうそうそうこういう世界って美大とかやってた人間で全然体育とかやってなかったのにやる気になれば勝てんじゃねえかなと思っちゃった、うん、できるんじゃないか、そう、そしたら急にその役者さんとかね、もしかしたら自分もなれるかもなと思って、でそこから、じゃあ東京出て役者になるって決めちゃったのね、行動力がすごいです ねガイさんって、うん、その中で一番楽しかった時期って、まあこれ強いて言えば今かな、ああ今、うん、若かった時って恋愛に対してもやってのめり込んでたし、嫉妬心もあったし苦しかったけど、思い起こせばあの時はあの時だったなと思うんだけど、今現在がその、はい、そのなんていうの、人間関係もなんとなく深くなって、うん、自分も、うん、いや人としてちょっとなんかいろんなこと考えたり流せたり、その自分の感情もコントロールできるようになってきたかなと思うと、今の方が一番楽しい、なんか超素敵だな、うん、今が一番楽しいってさ、うん、すごいってことは今までの経験があってからこそ今が楽しいんだよ、ね、そうかもね、だからその時その時はその時が一番楽しいと思ってんだけど、うん、今の時点から振り返ると今が一番楽しいかな、うん、それはやっぱりあれですかね、スタッフさんとかそういう来てくれるお客さんとかの、うん、そういうのも含めて、うん、うん、だまあスタッフなんかね喧嘩もするし、本当殺したいなって思う時もうちね離職率すごい低いんですよ、すごい、なんかみんな長く働いてくれてるので、多分ママがちゃんと分かってあげられるからじゃないですか、その役者とかやってて、でもねうちのね一応コンセプトは飲むか喋るかやらせるかっていう、すごい、普通お店のママとかになるとあのお客さんとの恋愛事情ってタブーダメよとか言うんだけど、うちはもうお任せです、お自由な感じ、ご自由な感じ、まあもちろんあのね、あのパートナーがいる子はやめなさい、やめなさいって形上は言います、うん、形上は皆さんよかったらちょっとあの一回見てみてください、スタッフさんをね、一通りキャバ嬢上がりみたいなもんだ、ね、経験が、いや、そうそうなんだ、だってどういうのが一番私、今そんなに言い黒川の人みたいな、今いいよ楽しいでしょ、今だって楽しいです、だからそれがずっと継続するとね、いいかなと思います、ね、ありがとうございます、いえ、こちらこそありがとうございます、素敵な話ばっかりね、うちでもずっと今が楽しいにしよう、うん、その方がずっと若くいられる、本当に人生で今が一番楽しいです、私もでも実際さ、私たち今が幸せじゃない、うん、楽しい、ね、また引っ張るの締めようと思ったのかやめて楽しかったね、でもさ、いろいろ今はさ、ママの話を聞き終わったじゃん、なんかさ、記憶に残った話とか、これがすごい気になった、あ、でも私やっぱさ、僕が一番印象的に残ったのは、なんか思ったことをパーティーする、活動する、行動力ね、そう、行動力、うんうん、が半端なくない、はい、やっぱ、あと経験して失敗してるのがさ、なんかいろいろ出されたんだけど、それもね、含めて、すごい素敵だったなと思った、綺麗にまとめやがってこれはやっぱりね
チョコレートを皮にしてたっていう事件が、ね、あ、そうね、忘れられなかった、ね、あとママもすぐやんちゃだったからね、うん、いろいろね、今となってね、やっぱやんちゃした分も含めて今のママだったからね、もう素晴らしいママでした。すごかったのはやっぱりさ、なんか、ね、何が一番楽しかったですかって聞いたらさ、うん、今そう、そこが一番素晴らしかった、でしょ、なんかかっこいいよ ね、なんかそういう風に言えるような大人になりたいなって、私もそうだから、聞かれたらいつ楽しかったですか今でしょ、ありがとうございます。というわけで今回は新宿2丁目にあるガイズバさんにお邪魔させていただきました。ガイズバさん素敵だったね、うん、それではまた次回お会いしましょう、せーの、バーラー。